死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。どうしたの？ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。それが床よ。死後の世界に近い。見えてしまったものはあまり深く関わらない。気をつけない。クリオに引き込まれてしまう。この辺りは変わってしまったようね。賑やかではなかった。以前はこんな場所じゃなかった。かつて霊場として崇められていた。やがて観光地。これを持って。これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ中に入って。
スガが見せる過去の影。残念。残念は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。鍵が必要ね。遮影器を使ってみましょう。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。この部屋にあるようね。探してみましょう。
ユーリ、射撃で探してみて。隠されて見えなくなっているのかもしれない。待って、ユーリ、そこに何かあるわ。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。
私一人でやるべきだった。私は一人だ。
先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か？受け取っておきました。